はいどうもインターネットのゆみです。いやー皆さん、もうあっという間に2011年もね、3月ですよ。3月っていうとね、やっぱね、春っていうイメージじゃないですか。で、ついこの間までね、すごい寒かったんですけどね、だいぶね、あったかくなってきましたよね。というわけで皆さん、あったかくなってきたら食べたくなるものってありませんか？僕はね、やっぱね、あれが食べたくなるなー。そう、アイスがね。はい、というわけでやっぱりね、あったかくなってきたら食べたくなるものってアイスクリームじゃないですか。というわけでね、買ってきました。こちら今ね話題沸騰中の赤城乳業さんのかじるバターアイスです。赤城乳業といえばね、やっぱガリガリ君が一番有名だと思うんですけど、その赤城乳業さんがかじるバターアイスということで、北海道バリバリ全開できましたね。実は僕ね、このかじるバターアイス、この間ね、1本ね、実はもう食べちゃいました。でね、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。本当にね、バターそのまんま食ってるみたいな感じで。以前ね、仲良くさせていただいてる YouTuber の K チャンネルさんもこちらを食べていて、K チャンネルさんから、ゆみさんはこれ、ラーメンに入れて食べてみたらどうですかって言われたんですよ。はぁ、それだーと思って。これを食べてバターを食べてる感覚になるなら、ラーメンに入れたら美味しいんじゃねってことで、今日はそちらを検証していこうと思います。というわけでね、個人的にバターに合うラーメンって言ったらね、味噌ラーメンかなと思ったんですよ。で、僕ね、前からちょっと気になってて、まだ食べてなかったね、インスタントラーメンがあったので、今日はそちらを買ってきました。それが、こちら、でーん、これ、絶対うまいやつ、濃厚味噌ラーメンってことでね、これもね、結構ね、話題になってましたよね、一時期。すごいね、美味しいらしいんですけどね、僕ね、まだちょっと食べてなかったので、今日はね、こちらを食べてみようと思います。もちろん、かじるバターアイスを入れて。というわけでね、こちらをまずね、ちょっと食べてみましょうか。いや、これね、マジで美味しいんですよ。結構ね、近所のコンビニね、売ってなくてというか、まあ、売り切れてて、びっくりですよ。なかなかね、手に入りませんでした。ででーん。ほら、もうね、棒にバターくっついてるみたいじゃないですか。え、ね、匂いもね、もうバターなんですよね。おー。じゃあ早速、一口いただきます。おー。うーまい。やったああ、たまんないよ、これ。これね、マジでめちゃくちゃ美味しいんですよ。確かね、1本150円ぐらいすると思うんですけど、ちょっとね、高いんですけど、これはね、マジでね、食べる価値ありますよ。本当に美味しい。だがしかし、これをそのまんま食べて終わりではありません。これを、ラーメンに入れちゃいまーす。というわけでね、ラーメン作っていくんですよね。投入。はい、というわけでサクッとラーメン作ってきました。こんな感じで今回はシンプルにトッピングをネギとメンマだけにしてみました。まずはせっかくなんでね、このまままずラーメンだけで食べてみようと思います。いや、噂通りすごい美味しそうだから、麺がね、すごい美味しそう。じゃあいただきます。ん、え、待って、これインスタントなの？全然インスタントっぽくない。これ言われないで食べたらね、生麺と勘違いします。ほんとね、これすごいわ。いや、それぐらいになんかもうインスタント感が全くない。んー、めっちゃうまっ。これは確かにうまいわ。麺のクオリティがマジですごい。スープもね、しっかり美味しいですね。違う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 。今日は普通に味噌ラーメンを楽しむ回ではない。こいつを入れるという悪魔的実験の回なのである。これね、ある意味ショッキング映像になるかもしれませんので、皆さん注意して見てください。そして、ラーメンとアイスの歴史を大きく揺るがすことになるかもしれません。それでは行きましょう。世紀の瞬間、刮目せよ！ドーン！やっちゃったー！どうなの？これ。
いや、ちょっとこれ見た目のインパクト。これめっちゃインスタ映えしそうだな。というわけでね、かじるバターアイスが味噌ラーメンに合うかどうか、実食！こんな感じで、たっぷり絡めて、結論から言おう。悪くないね。いや、これ普通にありだよ。本当に。ただちょっとね、溶けすぎてるから、ちょっともう救出しよう。あー、もう全然ない。食べちゃおう。うん、しっかり絡めてね、食べると。うん、ありよりのあり。いや、結構普通にいけてるな。いや、すごい、これ普通に美味しいよ、マジで。だね、一つ欠点を言うとね、アイス入れちゃってるんでね、スープが結構冷めちゃうね。それぐらいかな。それ以外は全然いいな。だから逆転の発想で猫舌の人にはすごいいいかもしれないですね。しかもね、結構な量のアイス溶けてるんですけど、スープがね、よりまろやかになって、めちゃくちゃ美味しい。これなんだ、マジですごいぞ。いや、スープマジうま。ごめんなさい、美味しすぎてね、勢い余ってね、もう麺が全然ないです。はい、あっという間に完食しちゃいました。なんかね、アイスが溶けてね、ほんとすごいまろやかになって、なんかね、ちょっとこう豚骨味噌っぽくなった気がするな。いやー、これは世紀の大発見をしてしまったかもしれない。ああ、そうだ。ごちそうさまでした。いかんいかん。テンションが上がりすぎてごちそうさまをするのを忘れてました。いや、でもこれマジですごいですよ。本当にね、美味しいです。ちょっとね、マジでね、嘘だと思うならね、やってみてください。わあ、美味しい。実はね、もしまずかったらのことを考えて、もう一食作ってね、普通にバター入れて食べようかなとも思ってたんですけど、全然そんな必要なかったですね。マジで美味しい。これは流行るかもしれないよ。というわけで皆さん、やってみないとね、わからないと思うので、ぜひね、一度試してみてください。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。